それでは定職数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。それでは本日配布されました付託表の通り、本委員会に付託されました議案第117号、令和2年度八代市一般会計歳入歳出決算中当委員会関係分及び議案第123号、令和2年度八代市ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算の決算議案2件を一括議題といたします。まず決算議案の審査の進め方等については、前年と同様に一般会計及び特別会計の歳入については決算書、一般会計及び特別会計の歳出については主要な施策の成果に関する調書などに基づいて審査を行うこととし、また審査日程については令和3年10月29日金曜日と予備日として11月1日月曜日に行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか？ありません。ご異議なしと認め、そのように決しました。また今回の決算審査にあたりまして、2枚綴りのレジュメを配布いたしておりますので、次回の委員会までにご一読いただき、参考にしていただきたいと思います。他に何かありませんか？ありません。なし。次に閉会中の継続審査の申し出についてお分かりいたします。本委員会に付託されております議案第117号、令和2年度八代市一般会計歳入歳出決算中当委員会関係分及び議案第123号、令和2年度八代市ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算の決算議案2件についてはなお審査を要すると思いますので、引き続き閉会中の継続審査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか？ありません。ご異議なしと認め、そのように決しました。以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。次の委員会は10月29日金曜日午前10時開会となっておりますので、よろしくお願いをいたします。これをもって総務委員会を散会いたします。